台湾人 in Japan の皆さん、おはようございます。私の名前は奥にと言います。今日は中村区大門祭りの100周年記念ということで、日本の昔の侍が着た鎧を展示いたしまして、そして子供さんや大人の方でも着てみて記念撮影をの場を設けました。ぜひ楽しんでください。台湾人インジャパンの朋友大家好、你知道我是谁吗？今日有名に行きますよ。秋田企业です。名古屋中村区这个地方呢已经成立有100年的纪念。以前呢大门这边呢就是因为 Yugaku， 就是说它是我们男性游乐的场所比较多。我今天来参加这个花魁就是游行的活动，然后今天有跟我们这边当地的那个爱豆鲁。这个是100年能够遇得到呢，是一种荣幸啊。那要体会这个的话呢，我觉得是可遇不可求，不是你想要参加就能够参加的，而且要遇到这个他的周年或者他有特别办的时候才有可能遇得到。せーふーのおかみの加藤です。今日は大門100周年お祭りです。花魁道中や子ども商店街とマルシェ、いっぱいキッチンカーとかも来ます。せーふーでは特別限定のじゃん釜飯を販売します。あとはコラボでカフェの方とコラボで、カレーパン、カキフライバーガーを販売いたします。2日間みんな楽しんでください。待ってます。こんなんでいいの？それでは鎧の数々を紹介いたします。昔の日本の侍が着た鎧で、大人の人の鎧です。子供さん用、そしてこれも大人用ですね。いろいろ姿があります。こちらはその鎧以外に着ていることもあります。日本刀、これ兜です。これ兜、まあ昔のヘルメットね。This is すね当て、ね、いろいろあるでしょ、ね、これ子供さん用、ね、いろんな柄があるでしょ。こういうの是的话呢，是在这个20几年前，我们这边当地的一所高中里面的成人教育，韦国先生，他是会拉手风琴，那我就是教台湾料理，那刚好有一个缘分呢，就是在隔壁班，那所以我就这样子又跟他认识，他非常的喜欢台湾，然后又更了解我们台湾的文化，那因为他本身是手风琴的一个职业的。所以呢
他就慢慢又喜欢上我们台湾的歌曲，还有台湾的语言跟台湾的文化，然后我们又更进一步的结合大家一起去演唱，由他来伴奏，更推广我们台湾的文化，就是音乐还有美食的交流。台湾人ジャパンの皆さん、こんにちは。政府の加藤です。今日は釜飯をたくさん売ります。器もついてます。釜飯買うとこの器もらえるからね。1300円です。来てね。応援してください。お願いします。OK です。はい。ありがとうございます。はい、すみません。ありがとうございます。これは実戦戦う時、これはまあ戦い以外にね、まあ、ちょっと来てると、来てる、こちらもそう、みんなこれは戦う時、これはちょっと戦いの休憩の時ね、戦う時の休憩タイム、休憩タイム、こちらは本番ね、の時です。これ本物ですか？いや、これは偽物、偽物だけど、一応本物に見える日本刀です。そんなことでございます。チンドンジジババ一座というグループの持ち物です。今日はこうして無料体験、そして風船バルーンなんかね、子供さんが喜ぶバルーンで作っていろんなものを作ります。受付はこちらです。そして、事前事業の協力もやってます。2日間やりますのでお願いします。場所は名古屋市中村区にぎわい町です。ぜひ、楽しんでください。ありがとうございました。北川さん、北川さん、北川さん、はい、あのうちの店来てもらう、あの駅の屋です。はい、はい、よく似合う。仕事じゃない、趣味でね。趣味だよ。いつも綺麗な人ですけれども、特にまたオイランさんの衣装とね、よく似合います。もう改めて惚れ直した。ありがとうございます。切ることがすごいよね。そうです ね、 ね、はい、綺麗です。それは当然、名古屋地方、大門地方ね、100年、はい、開通が100年周年だからね、はいはいはい、大門のこのお祭りで、まあ、10年前はずっと花魁道中があったんですけど、今回100周年で実現しました。すごく素敵です。綺麗です。もう時代を感じます。そういう素敵素敵素敵感じ。てか綺麗、すごい、ね、うん、全部自分の髪、うん、
髪の毛でできました、はいはい、すごい先生が上手だからね、はい、すごいね綺麗だ。私ですか？いや私がやったら多分バカ殿様になっちゃうかも。こんな綺麗にはできません私には。いやできる。無理無理無理。私には無理です。可愛い素敵。もっと素敵と思うんですよ。可愛い子になる。可愛い子になる。本当に素敵。ね。実は私思うこういう花魁道中は見たことないだからね。はい。一瞬見たけどこうやって間近に見たのは私初めてだから。こうやって間近でこうやって喋るのがなんかちょっと緊張してます。ねやっぱ目の前綺麗な人がいたら緊張するよね。やったことないです。やったことないです。絶対似合う。いや、ね、歩くのどう？歩けた？ちょっと慣れたんだけど、ちょっと慣れただからちょっと抜きたくないかなと思って。やっぱり本当のオイラの字もっと高いなんですよ。場合はと、そうですね。こうやってねやるのね。はい。本当に綺麗だね。綺麗だね。ありがとうございます。マーフランド。ありがとうございます。面白がありがとうございます。